日本の棚田百選の一つ、清水棚田千和川は、島原半島西岸を北西へ流れ下り、立花湾へ注ぐ二級河川である。流域は、長崎県雲仙市に属する。島原半島最大の川で、立花湾に流入する最大の川でもある。流域は、雲仙地港内にあたり、北の千和断層と南の木場断層、別所断層に仕切られる。 落差が大きく、水量も安定しているため、明治時代以末から水力発電が行われている。雲仙岳の妙見岳、新田峠、野岳の西側斜面を水源とする。水は雲仙温泉で知られる標高700から800メートルの雲仙盆地北側に集まる。雲仙盆地の北西端には昭和45年に別所ダムが作られた。 別所ダムから出た水の一部は山両川へ流れ、西の急斜面を下って、立花湾へ注ぐが、本流は、地合都市の滝を経て北へ流れる。両岸に、棚田が広がる上竹地区で、東から清水川が合流する。険しい谷間を抜けると、川は、千々和町木場目の盆地を北西に流れる。この盆地で急千部だけ方面から流れてくる、飯竹川が合流する。 東の急千部だけ山麓と西の猿葉山麓がぶつかる狭い水路を抜けると、千々葉地区の扇状地が広がる。川は田畑の中を北西へ流れ、東から流れてくる上峰川と合流する。海岸の砂浜に突き当たると南へ流れ、扇状地、砂浜の南端で立花湾へ注ぐ。源流部は、雲仙天草国立公園に含まれ、上流域には、 山名養殖場や棚田がある。中、下流域の盆地、扇状地では田畑が広がる。主な支流は三本で、すべてう岸から合流する。ありがとうございます。